はい、こんにちは。ひまじん27号です。今回はですね、レム分隊でございます。私の編成はこちら。ででん。サンカネ、オルピナグリ、オルピナグリ、アンタランス、アンタランスでございます。アンタラランスは強いですね。火力が強いというよりかは、やっぱり、どのステージでも使えるというか、同じように使える。場所問わないですね。雪山、先ほどね、この分隊誘われる前に雪山やったんですけども、やっぱり中央のね、防御力というんですかね、ビーコン維持力が高い、はい、私ともう一人アンタランスがいたんですけども、やっぱりね、守れますね。結構守れますね。で、遠距離の人もちょうどよくいて、まあビーコンはギリギリだったんですけども、最後なんとか4点取りして逆転勝ちができました。そして参加ね、最近ハマってまして、やっぱりね、300ぐらいに入ってからがね強い。あ、撮影しても大丈夫ですかと。大丈夫でしょうかね。これで大丈夫じゃないって言われたらね、びっくりですけどね。ああ、大丈夫ですね。ありがとうございます。はいと。よろしくお願いいたします。はい。フル分隊、ホップス、バイス、なんだろうこれ。ノーブ、エイジス、ヤオヨロ、TM。TM? あ、そっか。なんだっけ。レムさんは自分で作ったんですよね。クラン、そうか、ルーンさんバイスにいるのか、テックかと思ったんですけど違いましたね。かなり、お強い方ですね。レムさん、ルーンさん、変な親父、レールガンさんは初めてですね。さあ、やっていきましょう。よろしくお願いいたします。場所は深センでございます。深センね、トライデントフューリーがいれば、いつもトライデントフューリー賞って出すんですけども、今の編成だったら、アンカネでしょうかね。真ん中飛びいきましょう。よいしょ。サクッと。お、サンカネ、アンサイル博士、ゼウカネかな。ゼウカネなら行くんだよ。ゼウカネですね。じゃあ行きましょう。右に、いるので、まあ私は狙われないかなと思いますので、取りに行きます。ゼウカネはレベルがそんなに高くないので、とりあえず E を取ってから、こちらに移って盾を。ゼウスにも向けられたらいいなという形ですね。はい、こういう感じでいきましょう。右は取りましたね。相手はノラかな。では前に出ようかな。後ろにおるオルさんかな。あ、私も盾壊れてるのか。じゃあ打ち合わない方がいいか。あー、打ち合わない方がよかったかな。やられてしまいました。じゃあ2機目3回でいってみようかな。右も左もヤバめですね。右に援護に行きましょう。膠着状態が続いております。外は大丈夫。実弾が来るか来ないですね。三金は失敗だったかな。まあ行けるとこまで行ってみましょう。
いてててててあらー、参加には失敗でしたね。ではグリグリでいきましょう。アンサイアンアンタラアンタランスはやっぱり終盤に残しておきたい気持ちはある。左は大丈夫、右が右にかなり集まってますね。ズムカネさんがいなくなってくれれば。垂直ジャンプトゥー、あ、ロガだった、間違えた。痛い痛い痛い、どうしようかな。左中央悩むな、まあ、飛んでちゃってもいいんだけど、うじうじ、どうしようかな。どうせ続くか、あ、邪魔しちゃった、すいません、申し訳ない。どうしようかな。うん、やられる。期待変えようかな。うわ見つかった、オルピナグリちゃんでいこう。何もしてないな、いいかな。ユージース班長さんも初めて分隊組みますね、多分。どうしよっかな、グリグリでどうたちだ。タラマグリにしてもらったな。よっ、わー飛んできにいる夏の虫状態や。ラスキ早い、5分足らずでラスキですね。左は大丈夫、右が激戦ですね。タラマグリにすればよかったかな。全然何もしてないな。好きだからな、コツコツスコアを稼ごう。全然出てこないな、出てこないか。ジンジン出ていきましん。お、オルサンダンスだ。これはですよね、そうなりますわ。オルアンランスとオルピナカンスとオルピナグリがいればそうなっちゃう。ジンジン出てこないな、困ったさんだな。来た、来たけど来たけど、やられたくない。ああ
全損したやらかし先生ですね。出待ちですね。やられちゃったな。20万ぐらいかな。頑張れ M さん、頑張れ M さん。新鮮は難しいですね。出待ちステージになっちゃいましたね。まあ前からそうか。出してもね、逃げられちゃってね、難しいところですよね。誰が飛び出すか、誰がいつ飛び出すかって感じですね。ここにうまく合わせられればいいんですけど、レムさんラスキーかな。さあ敵さん3対4。お、レオさんが機体を変えた。残り1分。どうだろう、ゲージ的には問題ないのかな。ここで4点取られちゃうとまずいですけどね。まあ 2-3 なら割といけるんじゃないでしょうかね。40秒。でレムさんが真ん中を取っておしまいでしょうか。ラグい。全滅かな。全滅っぽいですね。いや何もしなかったな。まあいっか。あ、40万は超えたんだ。びっくり仰天。シルバーウルフさん、ミリオン、おめでとうございます。相手もミリオンいますね。ちょっと無駄凸多かったけど、ね、見ててもしょうがないしね。すごい。ナイスですね。あ、ダブルだった？全然見てなかった。さあ、もう一戦ぐらい取りましょうかね。ナイミー。50万は超えたいですね。平均ダメが、50万いかずなんでね。なんとか50万は超えて、平均ダメも50万超えてってくれれば、まあそれなりに銀も溜まっていくんじゃないかと。まあ編成の方もオールほぼ10ということで、まあアンサイルは98ですけどね、いい感じですね。いい感じに、もう取られたいだろうから取っときますよ、ちゃんと。私が全損したらレムさん固定でもいいですよ。それじゃ他の方に申し訳ないんでね、バランスよくですけども。さあ2戦目でございます。できればデッドシティパワーブランドあたりサンカネちゃんをうまく使いたいですね。おう、まさかの月面。じゃあどうしようかな。ちょっと敵のねあれを見てから出るのもありかなということで、ちょっと、カウントダウン終了まで待ちましょう。はい、バーンと、オルピナ、オルアフィグリ、オルアフィグリ、アンカネ、アンカネ、アンカネじゃない、アンタランス、アンタランスですね。オルサンランスというわけで、どうしようかな。オルピナグリでいきましょう。桃江さんがいます、チェックがいますね。オルピナグリ、
でいきます。オルアフィがいるのと真ん中はタラアンタラでゴリ押しが2人来るからどうしようかなって感じですね。まあ C も言ってしまえば上から守ればねってことないので、ここどうするかですね。班長さんが1人で頑張っちゃってますけども、じゃあ私がまあ左回り脳筋だなんて言うけども、うまくいけばね裏から C 取りに行くのも可能なのではないかということで、とりあえずアンサイルは全部剥がしました。桃江ちゃん含め2人、レベルが若干低いのでね剥がしきれなかったんですけども、ここで3人固まってた方がいいのかな、まあ、取られずの方がいいのかな。向こう側に行きましたね。手前も萌えちゃんさんをどうにか剥がせれば、まあ無理して取りには来ないって感じですかね。おお行くのか、行かない、行けない、行かない方がいいんじゃないかな。私は行かない方がいいのかな。あー後ろ気にしていなかった。アンタラでいきましょう。アンタランスのゴリ押し取られちゃいましたね。あれは向こう側ですね。ルーンさんがいるかな。左が萌えちゃんさんたちがいる。左からぐるーっと攻めるべきなのか、どうしようか、挟み撃ちしましょうね。向こうはレムさん一人でもいけるでしょう。次のジャンプで私が倒せるし、そうですね、来ましたね。下は大丈夫そう、班長さんと、どうだろうかな、桃江ちゃんさん、まだアンタランスっぽいですね。ウルキナグリゴリ押しと、私のアンタラでなんとかいけるかな、というところでしょうか。おー、ルアンランス。これはレムさんにお願いしましょう。ナイス、レムさんともう一人いますね。オルピナグリムさんです。ナイスです。もう残り40万、早いな、早いよ。グリグリですね。うまいこと半目打ちで耐えたい。盾がね、全損しちゃったんで、ね、ああやられた、ごめんなさい。敵がグリグリ、ランスのグリ、したら3カネで右回り行ってみましょうかね。いやーすごいな、ビーコン4点取ってますね。どうしようかな、バーブちゃんさん後ろから狙うか。あお倒した。下から行くのは危険かな。私結構こっち好きなんですよ。あの上このね、右下坂下出待ち、まあですよ、坂下で待ち来ないよね。2人いっぺんに走ってきてくれればいいんだけど来ないね。私から行ってもどうせ飛ばれちゃうからな。まあ膠着状態で終わっちゃってスコア取れないよりかはウェーッて詰めて、あのスコアを多少なりともスコアをいただいた方が私的には終わっちゃったよ。
終わっちゃ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 った。50万いくかな。うわ、全然ダメじゃん。マジか。あ、ごめんなさい、ちょっとやってます。ダメだったな。しょうがないか、残念。次こそはしょぼーん、しょぼーん。打ち終わる前に行ってしまった。早い、レムさん早い。まあいいんだけどね。さあ3戦目でございます。パワープラントなら初手3金で行ってみたいななんて思うんですけども、どうでしょうかね。パワープラント、いやー50万どころか24万というやってます。あー、おお、デッドシティ。敵に、いや無条件3金じゃ。行こう、レッツゴー。まあ前線に立つのは大変危険ですので、そうですね、ルーンさんあたりの援護ができればいいかなと。まあオルピナグリが多分右にもね、一人オルピナグリ行ったので、まあアンサイル剥がしてあげてのオルピナグリドン、お願いしますっていう感じでもいいのかな。この距離じゃいまいちですね。失礼、ルーンさんが突撃したタイミングで。行かないね。いつ行くの？今じゃないんだよね。今でもいいんだけども。飛んだね。どっちに飛んだ？右前、左前。彼がなんだろう、タラマグ系かな、ウルピナ系かな。うっ、ローガーだ。ああ落とし損ねた、残念。右もグリ、左はグリとなんだろう。後から来たのが気になる。おお行くね、飛ばない。おお先そっち行ったか。おおダブルキル、すごい、ナイス。そっちから狙う手があるのね。なんだ、あー強い、カンストだ。相手勘弁してくれ。サンダーが9と10なんでね、決定力が勝ってますね。まあでもローカ1体倒したし、カンストローカだったら何万だ、10万ぐらい。すげえな。あれあれ、うん、うん、変な親父、え、どういうこと、ここにいるよね、どういうこと。なんかそういうのをやってるのかな、 SGL で。だっているよね、ほら、どういうこと。分身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 、掘りに来ず、飛んだぞあいつ。チャンス、向こう側だった。ああやられる。マジ終わるんだよねこれ。ガンガン行かないと。トゥー、あれはあれかな、あのなんだっけなんだっけ、え、あアフィットン、トン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 、アフィットンですね。
まいこと狙えませんな。うーちょっと怖い怖い。おーフューリーチャンスでもないか、遠いな。なんで私を狙うのよ。よしてくよっ。あーやられる。もう勘弁してくれよ。スコアを稼がせてくれ。あんたらで行こう。あんたらしかないしね。いい取っちゃうかな。じゃあせめてビーコン賞ぐらいはいただきたいですね。振り切ってない。あ、じらした感じですね。ラスキでございます。間に合うかな。間に合わなかったけど、向こうは向こうでいけるのかな。じゃあ私はセンターを打てよう。でも終わっちゃうな。行っちゃおうかな。じゃあビーコン賞をくださいな。白で振っとくか。やられる。ああやられたけども終わる。終わった、終了でございます。お、50万はいったぞ。ありがたい。ルーンさん何使ってるんだろう。オールロガかな。なことなかったか。さすがに惜しいですね。そっくりですね。てか誰なんだろう。クラウン、ごめんなさい、やってます。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ともう抜けちゃったか。いいか。偽物がいましたね。あれは本当に偽物なんで。でもクラウン一緒じゃないか。じゃあ次で最後にいたしましょうかね。はい、次で、抜けますと。ほいと、次で最後でございます。ほい、なんとかね50万出したいですね。サンカネちゃんに頑張ってほしいので、パワープラント希望ですね。どうでしょうかね。
猫型ガラハットテック。どうでしょうか、ルーンさんは編成中でしょうかね。編成中ではなさそうですね。おい、またヘイシリが発動。何に編成に反応した。びっくり仰天ですね。来ませんね。ヘイシリどうした。おいちょい待ち、いいんだよ今は違うびっくりですね。いつだか遊ぶときに設定したものだったかな。おお、まさかのコラボ、偽物とバッテンがついております。 X かな、小文字の。なんでしょうね。来ませんね、残念。誰が来るんでしょう。ルーさん来ませんね。どうしたんでしょうかね。アンタランスさんかね、アンカネのね使った動画をね撮影しようかなとか思ってるんですけど、オルサンランスさんあたりを守りながらうまく立ち回れればいいのかなと。まあどのマップでも基本ビコン防衛でしょうかね。それか、オルサンランスさんとかランス防衛ですかね。まあ足の速さでガラハットに追いつくのかな。追いつくんであればガラハなんかも守りながら立ち回れればいいんでしょうけども、あのトラピンにねやられちゃうガラハさんが最近は多いと聞くので、ガラハさん守るアンカネさんという感じの動画を撮れれば面白いのかなという感じですね。なかなかメンバーが揃わず、結局4人での出場じゃないや、出撃でございます。よろしくお願いいたします。ラストでございます。はい、30分ですね。長い。これを3つに分けるべきなのか、1本で出しちゃうのか、悩みどころでございますね。まあ30分でポンって出しちゃうのはね楽なんですけどね。お、月面、ここもちょっと初手3金で行ってみたいなと思います。まあ3金でアンタランスとこうコラボレーションみたいなのもありなのかな。アンゴルとかがいたらまたそれはそれで面白いんですけど、どうなんだろう。危険を承知で真ん中に行く。いやー危険だよ。わー危険だよー、怖すぎるよ。ここに、引っかかってる引っかかってる。結局味方に実弾が一人もいないから意味がないっていうね。アンサイル剥がす。右なんだ。あー、アンサイルついてるのなんだこれ。三金だな、三金だな。怖い怖い怖い。ウェイ、さすがディアンス。班長さんについていこう。邪魔すんなよとか思われちゃうかな。そん
な意地悪な人じゃないと信じて、お前今ここにいるべきじゃねえだろ、何やってんだろうなろうっていう風に思われても、それでもいい、私はそれでもここにいる。ディスコ先輩なんだろう、あんたらんすかな。わっせわっせ、アンオールだ。やばい、先輩の班長さんの、あーミサイルがなくなった、引くんだ女王、うーやられる、ドーン、やられてしまった。アンタランスで出撃、グリグリが多かったですね。なのでグリグリで、C 上を狙うか、C 下を狙ってみるか、右狙ってみるかしかないんだよ。どうする暇人さん、下がり気味なので下狙っていきましょうか。したらんだらば下だべ、ういー、なんもねえ、なんもねえのはなんだ、おら、だらば下キープでいいかな、下キープでいくべ、よーし、アンタランス、打ち合う、おお、どうしましょうかね。もう盾はなくなりの実弾さんと戦いたいな。どうしようかな。半命打ち頑張るか。半命打ちか。嫌だな。うわこっち側がやられた、やられました。よーし、じゃあゴルフグリでいこう。右はグリグリですね。上は何だろう、上グリで、おお、トラッピングか、やらしいですね。そこに着地したのか、だったら撃てたね。いっか、あと距離ちゃんと見ればいいかな。あれがなんだ、あれがなんだろう、気になるな。飛んだな、アラマグリか。どうしようかな、どっちに飛ぼうかな。タラマグリ倒しに行く、右側へ行く、もうすぐグリジャンプが回復する、どうしようかな。多分飛んで狙いに来るか、半命打ちで飛んできた。
あー、トラッピンだ。いて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 。いて。いて。痛くない。どうしようかな。来るの待つか、飛んでっちゃう？あー、アンランスにアンランスか。分が悪いでやんすな。まあ、最後ね、全部打ち尽くして、当てたいよね。あの人なんだろう。あの人がグリだと信じて飛ぶ。お、割と成功した感じ？半分削ったし。よしとしましょう。アンタランス、グリ、グリ、多分アンタランスだね。で、中央激戦区だから中央走ろう。まあ多分ね、こんだけメンバー揃ってるからね、私一人いなくても大丈夫だとは思うんですが、私もスコア欲しいんでね。フューリー、私にも打たせろー。リスガリアルカンの方が強そうだな。なんで私を狙う？お、これはスコアちょっといけたんじゃないの？50万やったぜ。お、ビーコンショーゲットでございます。ビーコン取ったかな。まあいいか。ありがとうございましたということで、ありがとうございました。ポチッと。はい、というわけでレム分隊でございました。まあサンカネちゃんは難しいでございますね。まああのメンバーでやるとやっぱりレベルの低さが目立つのと、まあ、機体武器のレベルもそうですけど、プレイヤースキルもまた改めなければならないなというのはありますね。どうも前に出すぎちゃうな。そんな気がするけど、まあ私は楽しんでるのでスコアは低いですけども、私の自己中プレイをしてもこう勝てる分隊っていうのはありがたいですね。とても助かっております。ありがとうございました。ではこの辺でおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。